ドジャース、ロッキーズ、5月31日、日本時間1日、ドジャースタジアム。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督、52、が、本拠地で迎えた誕生日を喜んだ。試合前から選手やコーチ、チーム関係者やメディアから祝福され、笑顔満載だった。本拠地で迎えるローキーズとの3連戦の初戦。ホームで誕生日を迎えられて、野球ができるのは、 とても素晴らしい。ドジャースタジアムで、このビューティフルな天気に感謝して、とてもワクワクしている、トムネを踊らせた。ロバーツ監督はカリフォルニア州サンディエゴで育ったが、沖縄県生まれ。日本人の母を持ち、日本にもルーツがある。16年から土軍を指揮して9年目。今期は大谷翔平投手、29、と山本義信投手、25、 ラフタリの日本人選手を迎え、シーズンを戦っている。ベンチで同監督がメディアの質問に応じていると、通りかかった山本から、ハッピーバースデードックと祝福された。ニックネームの、ドックは、名前のイニシャルが DR で、そこから派生して DR、ドクター、となり、短縮系のドックと呼ばれるようになったという。